暇だからね、暇だからこうやってカンフーの稽古もできるし、牧人なんてものも買えますしね。暇じゃなかったら多分検索してこんなん探してないし、暇じゃなかったらそもそも商品受け取れないですよ多分ね。まあ出勤されてる方って商品を発注しても受け取るのにものすごくロスすると思うんですよ。営業所取りに行ったり再配達してもらったり、私いつもいるんですぐに受け取れるんですよね。だから多分配送の人も楽なんじゃないかなと思うんですよ。そう考えると暇っていうのは本当なんかいろんなことが見つけられるなと思うけど、現実には私もねいきなり暇になったわけじゃないですからね。私も誰よりも忙しく20代30代送ってきて、誰よりも儲からないような、ね、日々を送ってきて、でそっからこれじゃいかんと思ってね、抜け出したいと思ってまあ今みたいになったわけなんで、なんかきっとねベストの選択ってあると思うんですよ。今この瞬間自分で考えるベストの選択と自分では思いもつかないようなベストの選択とっていうのがあって、それが一致しだすとね、これでいいんじゃないかなと思ったのが本当にそれで良くなったりとか、だからなんか良かれと思ってやったことが最悪の結果を引き落とすってことは、だから自分の判断と現実にギャップがあるってことなんですよね。だからそれを真摯に受け取って、あ、自分のまだ見極める目ってのは甘かったなと思えば次のステップに進めるのかなと思うんですよ。で今回のベストな選択はベストな結果をもたらすだろうと思ったら、だんだんそれに近くなってくるみたいなね、だんだん失敗も少なくなるしってことなんじゃないかなと思うんですよ。うん。ちなみにね、あんまり暇なんでドカベンがあるんですけど、ドカベンって昔の野球の漫画があるでしょ、あれのね DVD を全部買ってみました。なんとね150話以上あるらしいんですよ。いやすごい長い話ですね。これも暇じゃないと見れないじゃないですか。しかも今回台湾からの逆輸入買ってみたんですよ。台湾だったと思いますけども、これのいいところは字幕はその、まあ、日本語じゃないやつで出るんですけども、あのアフレコは日本語なんですよ。だから字幕さえ気にしなければ、もしくは消せば日本のアニメとして普通に見れるんですけども、こういうのがあるっていうのもね、暇だから検索してすごい安かったんですよ。5000円ぐらいだったかな、150話。だからこれのね太いやつの3本セットで5000円か6000円だったんですよ。むちゃくちゃ安いでしょ。でもこれ、正規品日本でメイドインジャパンで買うとなんかね何万とかするんでしょうね。私の場合は逆輸入という形でね、その金利差や価格差を利用して世界から安く正規品を買うことができるんで買えたと。でもこれを見るの大変だなと思いますよね。でも暇だから私見れますよ。でこれを見て影響を受けたら、私多分ね素振りとか始めるために今度はバットを検索するかもしれないです。ということで、暇であればあるほど社会のカモになりやすいということでございました。吉谷さんのねなんか十何万もする椅子にはかなわないですけども、あ、それからね、私ね実はね、あのベルファイアあるじゃないですか、あれのローンが今年の6月終わるんですよ。毎月毎月結構な金額払ってたんで、あっという間に2年で終わるわけなんですけども、あの年式の車だと2年経費が通用するんで、今度ね別の2年中古を買い増してもいいかなと思ってるんですよね。で万田銀次郎のベンツ探してるんですけども、ないですね。まあ買うかどうか分かんないですけどね。もういい加減ね、あるだけで全然乗ってないんでね、さすがにこれは不経済だと思うんだけども、でもなんか車ってなんかねあれですよね、なんかミニカーを集めるみたいな感覚になってきましたね。もう感覚としてはだからコストは全然かかるんで10代20代ってわけにはいかないんですけども、ナイト2000も結局今年に入って乗ったかなみたいな感じですよね乗ったかなみたいなね。まあ一応全く乗らないと調子悪くしちゃうんで、あのぐるぐるとね近所をね回ったりもするんですけども、まともに何か用事で乗るってことはまだ一回もないですね。何なんですかねこれはね。ある六本木ヒルズに住んでる社長がフェラーリ買って1年経って100キロも乗ってないとか言ってましたけどね。なのにバッテリーが2回も壊れて、バッテリー壊れたら50万とか、洗車が20万とか言ってましたよね。持ってるだけで金食い虫ということですけども、でもそこには効率とか燃費とかは求めないんですよね。持っていること、所有欲を満たすためにそれはあるのが大事みたいなね。でもあるっていう現実はありますけども、私はともかくね、グランハイアットに停めてると普段住んでるところから車すら見えなくって、キーがあるっていうことと持ってるぞっていう認識があるだけで、実際はね何日も何日もフェラーリとか見ずに過ごしてるんでしょうねきっとね。いってらっしゃい。